こんにちはあ、声じゃない <laughs> こんにちはやっほお昼、お昼みんなお昼ご飯 いやなんかおさげちょっとなんかとるか迷ってそうこんにちはあいきゅんさんありがとう初めましてありがとうございますなんかさ私さちょっと待って 間違えたカメラの画角カメラの画角間違えたこっちだよねこっちがカメラだからこっちだこっちだ眠い私さこれからさ今ちょっとご飯食べるんだけどご飯あのちょこちょこ食べながらでもいいですかこんにちは。 なんか私さあれみたいあのウェンズデイアダムスファミリーの <laughs> アダムスファミリーのウェンズデーみたいなんか昨日昨日なんかレノンがねメンバーのレノンがポトフ食べたって LINE が来てあいいなとか思ってポトフ美味しそうだななんて思いながら さっっきコンビニ行ったのそしたらなんとポトフがありましてコンビニに新発売で買っちゃったちょっとなんか食べたくなっちゃって買っちゃったからポトフ食べていいちょっと食べ,食べていいごめんねごめんねちょっとポトフ食べようかなとか思ってこんにちは うん。単支柱。単支柱なんて食べてたっけ。えわかんない。レノンが単支柱を食べたのかもしれないけど。なんかポトフも食べたんだと思う。 どうやって作るの分かんないんだけど分かんないんだけどポトフっておいしいよね <laughs> 当たり前じゃないポトフおいしいのは当たり前じゃないうん <laughs> うんコンソメだねコンソメだわ。ジョウさんはじめまして。しょうごさんはじめまして。こんにちは。野菜をコンソメと塩コショウで。あら簡単じゃない。 そして,ミル,ミ,ルて,て,てミルクティーミルクティー寒くてさすがに寒くないってなってミルクティーたあったかいあったかいとかのレベルじゃない熱いのを持ってきましたようーんあったまる <laughs> みんなお昼何食べたのまだ食べてない食べてない方もいるかもしれないからちょっとあれだけど食べたのりょうたろうさんこんにちはいつかさんこんにちは中身あ一緒じゃないミネストローニミネストローニアトマミネストローニミネストローニはトマトが入ってんだねこんにちは <laughs> じゃあいいなんか最近ちょっと寒くなないいっていうなんかあれらしいよなんだっけ18とか昨日と今日がめっちゃ寒いらしいですよ分かんない関東だけがなんか画面汚れてないあー私がポトフ触った手で触ったからなんか画面ギトギトになっちゃったまあいいや 今食べてんの。現在零度。冷飯食べてんの。でも冷飯ってダイエットには効果的なんだよ。なんかダイエット期間はご飯は冷、なんか冷たい方がいいらしい。 うんびっくりしたこことここにつながってちょっと今息できなくてちょっと焦ったこんにちは見たマイナス20度なのいや昨日と今日は寒い今日は別にそんな寒くないなって感じだけどあアリさんありがとう音声楽しみますありがとうアリさん頑張ってねお仕事食レポ うんすごいコンソメが効いててその中にもあの胡椒がブラックペッパーがすごいちょっとツーンとくる感じがあのすごく刺激的な食べ物だなと <laughs> 思いますしあのこれ新発売なんですけど一つ一つの具材がおっきくて食べ応えばっちりですね。 そうですねえカイポムあポンポムゆうななさん、ま、もありがとうお疲れさまお疲れさまこんにちはブラックペッパー好きな方多いんよマジであの 今ひとしひとまあの今日噛む今日ひと仕事を終えてきたんですけど <laughs> ひと仕事 <laughs> ひと仕事やばいけどずっとこれだったのずっとこれだからあとつけたくて三つ編みしてたのだから取ったらさ ううねうねになってるかチャレンジね髪抜けたなんか私誰だっけななんかさ昨日メンバーと髪の毛の発音について話してたんだけど私だけね一人メンバーで違うのは髪の毛の発音がみんな髪の毛なんだってあらあらあいいんじゃないいいんじゃないどうどうどう そんなそんなだねそんなじゃないなんかあれ私結構ずっと結んでたあ私ね、まあ、直毛の直毛の直毛のね女王なの私ってマジでマジで誰よりも直毛なのもうダメだわダメダメ諦めた唇の色ってこんなにもないことあるって いうぐらい唇の色ないんだけど泣ける唇の色がなくて泣ける直毛なの,の本当に嫌だなんかね巻いても巻いてもねなんか意味意味がないんだよねあんまり。 あーでもでもでもちょっとうねうねしてんじゃないそうそうそうお昼休みありがとうあそうだみんなクリスマスごめんね本当にごめん本当にさリアルにさ昨日配信であのサンタさんは24か25にあの乗せるねみたいなこと言ったの。 なんかちょっとまだ早いじゃんとか言って「なのにだよその配信の2時間後にやっぱ載せちゃいます」とか言って載せて「あんごめんね違うの」なんか思ったよりみんなが載せてて「あれ?」この流れに乗った方がいいんじゃないかと思ってちょっとなんか流されたというでも1着しか載ってないから2着。 2着目は2着目はあのリアルにそう2着目の方があのー、髪型とかがちょっと違うえマジで本当にごめんそうあの昨日山野有スさんがですねメンバーの髪型を8人ぐらい7人ぐらいやってましてそう7人ぐらいの髪の毛をね担当してましたよ 私の髪の毛もあの2着目の方はアリスがやってくれてそうちょっと難しい髪型したんだけどアリスがやってくれてそうなのだからぜひ楽しみにしててくださいうん ツナマヨさんっきツナマヨ食べたよありがとう本当にね上手なのよ本当に上手なのだ,だからえでもとりあえず1着目だけは載せたので見てないよって方いたら見てね1着目はあんな感じでしたみたいなそうそうそう こんにちはこんにちはお昼休みお疲れ様あっそうそうあれズボンだったのみんなにズボンだったのって言われてだってお話し会だとね誰も見えなくてズボンとか音すご ちょっと寒かったえでも寒そうって思うじゃんあの1着目で寒そうって思うじゃん2着目は1着目の12倍寒いですよマジでマジで寒かったのでも2着目はなんか,なんか衣装みたいな衣装みたいな感じだった2着目まだ載せてない方はねなんかアイドルの衣装みたいな感じなぐらい結構衣装っぽいサンタでしたね シルバーリングかわいいありがとうなんかねネックレスはねネックレスはゴールド買うのにさリングとかはさシルバーしちゃうんだよね分かんないのなんかもうめちゃくちゃなの私ってそういうとこに決まってないの楽しみにしててえアリ栖さ本ほんと希望だよ前髪切る予定はねないですねないというかあの勝手には切れないんですよ そうあの髪型とかは全てあの指原さんだったりとかに決めていただくのでその次の曲とかでこの子がどういう髪型をするかとかこうポニーテールするとかもそうそう決めるから私は多分前髪はまだないと思うんだよねわからないんだけど今のところはないかな着る予定は。 着る予定はないというか、着れないかな。そう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 。そうなのよ。<laughs> こんにちは。はじめまして。ピアスシルバー。私ね。イヤリングもゴールド。 ネックレスとイヤリングがゴールドでリングがシルバーかな前髪切ってくんの、うん、いいな明日さよなら前髪ねちょっと伸びたんだけどこっからどうするかわからないのでもなんかわからない方が楽しくないわかっちゃうとさちょっとあれじゃないわからない方がよくない あれれ持ってくればよかってばかた前髪カーラー学校終わったお疲れ様そうそうあそう私さそうびっくりした優香がツインテールしてて昨日優香って絶対ツインテールやりませんっていうキャラだったから優香がやっててびっくりしてもう可愛いと思って優香ちゃんのソロ写真と優香ちゃんとのツーショットをいっぱい撮っておきました 可愛かったよマージマージかわいかったてかみんなかわいかったえ描きすぎたなんかさ私あれなのここら辺にねなんか髪の毛とかねコートとかマフラーの繊維でねあのやられるんだよねここら辺がジンマシンが出んの。 やばいか私レッスンとか私自分の汗がアレルギーなのかなっていうぐらい自分の汗でジンマシンが全部出るんだけどそう自分の汗で全部ジンマシンになるだからねみんなにねレッスンで汗かくとね「え大丈夫?」って言われるんだけど大丈夫なんだけど ゆうかちゃんめっちゃ可愛いよ。一緒にご飯飛びよレナンがツインしてたら。レナンツインテールしてるよ、よく。<laughs> よくっていうか。まあでもあれかな。そんなにめったにはしないか。でも、たまに遊びでツインテールすることはあるかな。なんかでも、昨日サンタのやつ着てて髪型決めるときに、すごいツインテールしたりとか、いろいろ髪型して、 結局何にしたか分かんんないんだけどそうそうその時にここでレイノの髪の毛ツインテールにしてうん違うなってなって <laughs> やめたのそうそうでもなんか全然よく全然するよあリッコーだクマありがとうありがとう そう自分の汗がねなんか汗とあとお風呂も私ダメ長時間シャワー入ると全部じんましになるめちゃくちゃじゃないめちゃくちゃないよ私多分。 ツインテールしゅうねん。こんにちは。こんにちは。本当にね、そう私ダメなの、もう。ちょっと待って。っ腰腰痛いんでちょっと。<laughs> あこれがここにあるとダメなんだねこれをこうしてあちょっとダメだなこう <laughs> ダメだなあ。お、いいね かわい,いありがとう頑張ってタッちゃんありがとう見に来てくれて。ブリーチして頭皮えー、なんかさそう染めてるんでしょ結構。今もだって髪の毛派手だもんね。いやでも私もブリーチしてみたいんだけどなんかブリーチして寝落ちした結果っていう TikTok が流れてきて頭皮が全部ねなかったからちょっとちょっと怖い。 かわいくない？寝落ちしてる寝落ち寝落ちじゃない <laughs> 寝落ちじゃない覗いてるみたいでかわいくない？テイチさんこんにちは針詰まった アリスのトナカイあおっきい着ぐるみみたいなやつあれかわいかったよこんにちはそう20回ブリーチってマジでやばいと思うんだよねしたことないんだけどさこんにちはえ見たえそうなんかブリーチで寝落ちしちゃいましたみたいな TikTok 流れてきてここ全部なかったんよ髪の毛 今ちょうどいい熱い加減お湯加減 <laughs> えね全然関係ないんですけど「ムテンさんありがとう」この間あの優香といみと優香とあいみとレノンとご飯行ったんですよ そうご飯一緒に食べてた時にあのしゃべしゃぶ行ったのねそうしゃべしゃぶ行ったのそしたらなんかあの私たち食べ放題行ったんだけどちょっとさすがに肉頼みすぎて野菜となんか全部入れちゃおうってなったの今ある分だけ全部入れちゃおうってなってなんか「あだし」 とかいいろろ分けられるやつだったんだけどしあふれちゃって結局なんか全部のだしが混ざっちゃったんだけどそうその時になんか優香が取ったお肉がもうまとめて入れすぎて全然色変わってなかったのねそう全然いやまああ,あのまだ赤身赤身み,みたいなとこがいっぱいあったんだけど「あゆ優やありがとうね見てくれて頑張ってね」 そう,そうで赤いのがあって優香が「これまだやばいかな」ってなったら「ちょっと豚だからもっと温めとこう」ってなってやった時にでも優香がそのご飯お肉の上にそうそうごなんかお肉の上にラー油をもうのっけちゃっててちょっと戻すと打診の中に全部ラー油が入っちゃうってなってあの。 <laughs> お鍋にマジこれポトフなんだけどお鍋に優香がこうラー油が乗っかってない肉だけちょこんってこう垂らしてなんかこうコップの縁こみたいな掛け布団みたいな感じで <laughs> ここにこうやってお肉をこうやって <laughs> やってたのマジで本当にこれ結構ガチなんですけどあのこうこうしてたのねコップの縁こみたいな感じでこうしてたのでここだけ赤かったからここにラー油が乗っかってるから そうでしてたら全然あったまんないのねここがここ全然あったまんなくてダメじゃんってなったらこれあのおたまだと思っていいですかおたまなんだけどあいみがだしをねこうやってコップのふちかんここにこうやってかけ始めたのこうやってお,お肉にねそしたらあいみがなんかお肉に向かってなんか「お湯加減どうですか? <laughs>」とか言ってね

でもまあそれでなんとかねあのまあ熱湯をかけたからさお肉大丈夫だったんだけどつぼっちゃったよねみんなお湯加減いかがですかでだいぶつぼった <laughs> ちょっと面白かったなちょっとおもろくないいやそうなんやだから W バック送るやんみんないや本当に結構ガチで面白かったんだよね そ,うそれで思い出したお湯加減ポトフポトフ便利だねこういう時に使えましたポトフが <laughs> 超面白かったすごいなんか今つぼっちゃった私が辛いのダメでラー油もダメだから優香が気を使ってね入れないようにしてくれたのちょっと面白すぎたっていうふみさんありがとうあゆみね あみ本当にねギャグセンスがすごいよだかそれはギャグなのかたっさに思いついたから言ったのかわからないんだけど面白かったそんなことがありましたよめっちゃ食べたあのね だいいた優香とレノンが一生ワッフル肉かワッフル食べててワッフルの上に誰がうまくアイスクリームを乗せられるかっていうのをやったりしてたんだけどなんか <laughs> 私の私のアイスクリームとかさマジでやばくて昼ごはんそうなんかポトフ食べてるあはやこさんはい、はい、ありがとう やばくてそうそうなんかね私のアイスクリームとかこう私がアイスクリームだとすんじゃんこうやゅてジーって出てくるやつなんかうーん<笑><笑>バドーンとかなっちゃってなんか最後の <laughs> バドーンってなっちゃってめっちゃ面白かったさあとレノンもなんかあめとか作りたくてこう何て言うんだっけ砂糖 みたいな真ん中に入れたらちょっと入れすぎてすっごくて渡辺止まんなくてレノンのここなんかもうあのバックトゥー・ザ・フューチャーのさあれみたいな感じ博士ドック博士だっけなんだっけ分かんないけど私もうすごくてすごくなっちゃって渡辺でレノもうレノンちょっとリ「リコちゃんどうしようりこちゃんリコちゃんリコ,リコちゃん どううしようみたいになっちゃってもう,もう手で手で取りなとか言って手でもう巻きつけて巻きつけてなんかこんなになっちゃったわねこうな,なっちゃってじゃあリコがちょっと半分もらうわとか言ってで私もさ割り箸取ってね取ったんだけど私,私のわためこんなマジこんなこんなよりねこんなレノがこうなのにリコさん一人さ割り箸持ってさマジ チュップチャンプスみたいなチュップチャンプスよりちっちゃいさ綿あめしかりこないの <laughs> そんな分けなくていいだろって感じなんだけどそう分ける必要ないぐらいのマジでホントにチュッパチャンプスみたいな綿あめ持って席戻りましたよマジでホントに超面白かったわそうなんかねそう人がテンパってるところ見ると笑っちゃうの俺なんか「ゆ <laughs> こちゃんゆこちゃんどうしよう」 面白かった。いや笑いすぎなんだけど、そうということがあったんですよ。<う>でこれね、まためこの言い方嘘だ。普通だよ。本当にちょっとね、面白かったの。あの本当にハプニングがいっぱいで面白かった。 おもろくないちょっとおもろいでしょっていうようなことがありましたよほんとにめっちゃ面白かったですよほんとに面白かったなんかね思い出すだけでちょっとね面白い 食べ終わったコトフ、食べ終わったちょっと冷たい、ゆっくり食べすぎたうん、れいちゃん、バイバイ、ありがとう <laughs> 本当に面白いな お湯加減ちょっとおもろくないワードセンスすごくない、ね、これまず全員におすすめしたいこのこの薬用リップラネージュこれはジュリーにおすすめしてもらったんですけど私は唇がのね乾燥がまず世界一なのマジでさ<そ>あの砂漠とかの問題じゃないぐらいの世界一の唇乾燥するんだけどこれは ラネージュのススリーピングマスクっていう寝るときにこうつけたりすると唇がねあ,のあれが治るのまあ私はちょっとすごいんですけどあれがねこれチョコミント味なのこのリップだからもう食べながら「うってやっちゃう朝 <laughs> 乾燥してんの意味ないんだけどこれめちゃめちゃうるうるするからおすすめめっちゃいいよジュリーがおすすめしてくれた おすすめをみんなに紹介していくスタイルだってチョコミント味なんだもん美味しくない食べちゃうよねそりゃリップダーてだったら <laughs> 唇乾燥すると口笛吹けない吹けない口笛吹けないんだよね普通に吸うと吹けんだけど吹くと吹けない 全然男性も作るよもうも男女なんても関係ないですから関係ない関係ないこれでもいろんな味いろんな味というかまあいろんなやつあると思うチョコレートとかあると思う授業だからあっおひなちゃんバイバイありがとうにこちゃんおもろい濁点てついてるあたりありがとうねなんか今日ツボなんだけど腹痛い大丈夫私のせいかな <laughs> 私のせいかな 髪めっちゃきれい。おおありがとう。これはね、のあの、三つ編みし,したっていう。なんだっけ、ホワイトムスクだっけみんなが教えてくれて、ホワイトムスクだっけヘアオイルがいいんですよ。そう。ラネージュ。ラネージュ。なんか、昨日さ、昨日さ、あの、イコラブさんの、 あの渚の配信をちょっと見たんですけどなんか,なんか最近髪の毛のかき上げにハマってるみたいなこと言っててりこちゃんりこ <laughs> が「前髪かき上げたら?」って言ってて「かき上げハマっちゃいますか?」みたいな感じで言ってて私が癖なんだよね多分髪の毛かき上げるの。 それでそれで前髪かけあげるのが癖になっちゃったんだよなぎちゃんムスカじゃないですよムスクですホワイトムスカだっけえそんなことないよねホワイトムスカってちょっと面白くないえホワイトムスクだっけホワイトホワイトムスカだっけえ分かんかなくなっちゃったなんか ムスクじゃん <laughs> いいやつだったムスカ」とかやばいねあああのいいやつだったムスカちょっと面白い、ね、そう言ってたでしょぎのやつそうそう私も見てさびっくりしたなんかリコちゃんが前髪かき上げたらみたいな言っててハマっちゃいました 何かミルクティー全然混ざってなくていっぱい浮いてるそう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 かき揚げりごちゃん好き <laughs> ありがとうね普通に伸びたよねっていう前髪 人が人がゴミのどんな感じだったかわかんなくなっちゃったんだよね私もうねモノマネがね下手くそだっていうことに気がついたお母さんに言われた配信を見てたお母さんに「結構全然モノマネうまくないからね」ってで「できてないよ」って言われたやっぱそうだよね 面白いけどね面白いけど似てはないって言われた今何でもらえるねえツボってんじゃんお昼休憩あダピョンだのありがとうかき揚げ食べたくなってきたえ食べて丸亀行きな丸亀丸亀がおすすめだよ昼飯そばと天ぷらあ早い行動が終わっ上から戻るあ ゆきちゃん、バイバイありがとうね。みんな1時終わりあっ、1時過ぎてるわ、もう。あれ、いつから始めた、私。12時半ぐらいから始めたよね。あ、じゃあ30分ぐらい取ってるんだもん。え、ママさん、し、辛辣ですけど、あ、違うんですよ。それはそうなの。似てはないよねっていう、普通に。似てはないけど、あの、まあ、 まあ、っていう感じだよね丸亀とはな花丸丸亀だよ花丸あんま行ったことないんだよね丸亀が大好き中学校から放課後は丸亀本当に中学の頃は放課後は日高屋か 日高屋か丸亀かマクドナルドがタピオカ放課後はね中学校は中学校、小学校はさすがにないけど中学校はずっとそうだった高校は即帰宅帰宅が一番って思ってましたでももう疲れちゃったのね多分こんにちは はじめましてはじめましてはじめましてそうでもモノマネって結構寄せるのはね難しいのよあのもともとの声がありますからね学生の青春感そうなんだよね中学生いやあ混ぜてないですよ中学生なんかね私の私ぐらいの年代の子はもっともっとすごい子がいっぱいいた。 帰宅部ではなかったな帰宅,帰宅部あ帰宅部帰宅部だね <laughs> 帰宅部うんリアルに帰宅部っていう感じ帰宅部なんだけどダンス習ってたから帰ってダンス行ってたすぐ着替えてダンス部とか団体でのダンスは あんまりやってこなかったからそうずっと帰って10分で着替えてダンス習いに行くみたいな感じだっただからすぐに帰んないとレッスンに間に合わないから帰ってたのよ「高校はくら寿司か留学かスシロー」「一蘭」とかこないだ初めて行ったんだよね あスタバは行ってたけど中学の頃はそんなお金がなくてスタバが高くて日高屋本当にだからゴンチャとかさそうタピオカの小さいサイズとかだったらスタバより安いのねでマックも安いじゃんで私なんて言った今私今なんて言ったどこ行くって言ったっけどこ行くって言ったっけ <laughs> どこ行くか忘れた田舎屋あ、マック、日田舎屋え、どこ行くってっあ、丸亀丸亀丸亀吉田さん、はじめましてはじめまして藤沢莉子ですありがとうございますサイズも言ってたねサイズ行ったらパルマ風スパゲッティか辛味チキンかな いつもそれまだメニューを番号で書く前中学校の時はメニューを番号で書くシステムじゃなかったからそれだと中学ん頃ろさ一日7尺ぐらいしてて朝食べんじゃんえこれマジ聞いてほしいえ聞くあジョイフルジョイフルって言ったことないなジョイフル えちょっと本当にこれは聞いてほしいんですけど一日6食7食ぐらいの私ね朝朝まあ普通にご飯食べるじゃん私は小さい頃からコーンフレークが好きなのうんアリーさんありがとうアイスの差し入れありがとうアイス食べたいのアイスすごい食べたかったの ありがとううねありさんそう私は朝コーンフレークが好きで牛乳でコーンフレークが絶対に好きだったのだからもうたんまりでそこでもカロリーそう私もなんかちょっと海外で作ったコーンフレークみたいなのもうほんとカロリー高いよなっていう感じのやつをまず食べるでミルクティー飲むでお母さんが えーと中学中学は弁当じゃない中学は弁当じゃないからお昼ごはんはいいんだでもおにぎりを途中で買,いま買うわけですよ途中でね学校に着くまでにおにぎりとパンをたくさん買うわけで学校に着いたらまずお腹がすくの学校に着いたらお腹がすくからとりあえずおにぎりを 2つ食べますそしたら、えっと、私はよ4弦の後に給食だったんだけど3弦始まる前ぐらいでちょっとお腹がすくのなのでアイスかパンを食べますそこでで給食行きますでももちろんおかわりじゃんけんなんかイェーイなんかつって牛乳じゃんけんとかイェーイって言って牛乳じゃんけんに参加しますで えとその後に給食が終わったら6限終わりぐらいになるとまあお腹が空きなのでまあ学校の子とお菓子食べますよね普通に <laughs> 持ってきてるお菓子を食べますそしたら帰りに放課後にまあ日高屋かサイゼかあのタピオカかスタバかマックかみたいなお腹空くので。 だいいた結構日高屋とか行ってもちゃんとラーメンとか食べて帰る唐揚げ定食とか食べて帰るそしたらダンス行きますダンス帰りお腹すくやんだから歩きながらお菓子を食べますで帰ったらお母さんが夜ご飯を作ってます食べます終わった後アイス食べますっていう一日の流れなのに痩せてたというマジで。 めっちゃその時ガリガリなんか多分ダンスやってたからかなダンスの消費なのかなんだかんだ言って学校行ってるとさ早寝早起きはしなきゃいけないし家でゴロゴロしてるわけじゃないから体育の授業があったりマラソンがあったりとかなんだかんださいろいろやるじゃない学校ってそうそう授業でや動いたりさそのダラダラする時間はそんなにないから やっぱりねこういう年で本当に朝夜も寝ず朝もゆっくり起きて食べてたら太るよでもやっぱり学校にちゃんと外に出て一日中動,動けばやっぱ歩いてるだけでも消費されるからそんなに太らなかったんだよねでさ別に放課後ご飯とか食べててもさそのあと公園とかでさなんか鬼ごっこしたりとかするのねだから多分消費してたんだろうね そうほんと中学小学校なんて私たち折れるかと思ったよ自分で足パーンってやったら自分の足折れるんじゃないかっていうぐらい痩せてたのに高校でちょっと太ったんだよね高校で太ってそうお披露目の時が人生で一番太ってたえだからなんでって感じなのだからお披露目に太るとか本当にもう本当にありえないじゃんありえないじゃんお披露目で太るとか本当とありえないんだけど お披露目が人生で一番太って今は普通みたいな感じか何くしゃみですこんにちはあゆるってありがとうリコンで抹茶あんまりなんだよねなんか私カフェインがほぼアレルギーみたいな感じなんだけど 抹茶っ,ってカフェイン入ってるからあんまりねあんまりというかほぼほぼダメだね抹茶、ま、代謝が本当だ本当だよねなんでそう太らないんだろうねそうそう鬼ごっこが流行ってた中学校は鬼ごっこして。 ほんとにでもタピオカとかはやってたからさ大体みんな持ってきてたよね私朝はさちょっと時間早すぎて無理だけど大体お昼とかからお昼とかから学校だとタピオカ飲んでから行ってたもん初訪問さんがたくさんいらっしゃるこんにちははじめまして初見ですレモンさんありがとうございますありがとう お披露目の私は本当に本当に本当にダメなの <laughs> ちょっと太りすぎた今の中学生鬼ごっこというかレオちゃんって14歳なの嘘でしょ14歳え十 !?14 歳ええー四。 間違えた18歳まあでも年齢わかんない私18歳なんだけどちょっと待って4つも下なの若いこんにちはおけみさんかわいいショールームの写真あどけないけど何年前え四4か月前とか 5ヶ月前とか <laughs> え、これショールームのこの写真でしょ？フラジールのやつでしょ？半年も経ってない。あの？3ヶ月。4ヶ月前です。本当に3ヶ月4ヶ月前なの。このショールームの潜在写真でしょ？たったさん。そうなのよ。なんか前髪なくしてさ。一気にあどけなさがあの消えかけ消えたというなんか悲しい。 中4って何ライン何ライン中2ってな何ラインじゅえー、っと、アリスが、アリスが06だから、07、08、2008年生まれだよね。コノアが高1の早生まれで07だからゼ、08じゃない私04なのよ。 私が2004年生まれの平成20なのレオちゃんって私平成16年私平成16年怖いねレオちゃん怖い怖い大人じゃん私多分中二の時なんてあれよショールームって存在知らないよちなみになんか何してっちゅなんかもうアイス食べるのに必死だからさショールームって 分かかんなかったマジですごい14年これからよ努力した、えー、ありがとうおドさん綺麗になりすぎてるえー、ありがとう嬉しいいやーレオちゃんほんと人生これからよマジで本当にいくらでも人生なんて変えられるからねレオちゃんマジで好きなことをしなさい好きなことをして 楽しく生きて誰目線って感じなんだけどマジで急に人生変わることもあるいや私はね <laughs> いや私もそうなんよ私もまだ私もまだ10代なんだけど。 唇がさポトフ食べたら唇が荒れてさ痛いから取るそんな時にこちらのラネージュを塗るんですね そうゼロだけどゼロ待って本当に私ってねコンプレックスなんだけど唇の色がねなくなっちゃうのすぐ寒かったりするとすぐ紫になるしなんかね普段から唇の色がないのほらうるうるちょっと不健康みたいじゃないリコ。 りこち,ちゃんはね03の台の04です。 マジでアイスはチョコミントが好き三浦さんチョコミントが全部好きなの本当に説得力マジでマジこれからだから14歳だったら何にでも挑戦できるよ何にでも挑戦できるしもう本当にやりたいと思った通りにやった方がいい これから高校生だろうし高校生は本当に楽しんだほうがいいよできるならすべての学校行事に参加する <laughs> 頑張れ <laughs> 頑張れそうそう本当にね後悔しないようにね、い,い何でもできるから不健康みたいじゃない私マジでこんにちは そうそうニコちゃんのファンの方は中学生とか小学生の方いらっしゃいますか敬語まで上手じゃないあなた14歳でなんてできてるの私ね3歳あ4歳の <laughs> 4歳のねファンの方がいらっしゃるんですよそうその子小学生はいないかな中学生はいる中学生はいるよ中学生はね割といる高校受験してる子が結構いるあとは4歳の子が1人 いらっしゃるのよちゃでも私「04」って言っちゃってるわ全然美女やば本名の検って桃香がうん桃香いたでも携帯見てたからいるけど同じ部屋にいたっていう感じかな でも聞いてたと思うけどね指導さんありがとう戻ってきたい美女が大優勝えありがとうちょっとい唇がさ今大変なんだけどさちょっと荒れ荒れました本当に男子校だったのえこの中に女子校男子校っていう方いますか驚愕じゃなくて女子校男子校でしたっていう方アイスキャラメルああいいなでもなんかね最近ほんとチョコミントがね抜けないの 頑張れ若者本当に何でもやりな何でもやって本当にあーたんこんにちははじめましてえマジでさ全然そう4歳がねいらっしゃるの4歳になりたいなるなる4歳ずいぶんセクシーな18歳 えありがとう。嬉しいんだけど。そうかなありがとう。こんにちは。テキサスのローンスターさん。はじめまして。はじめまして。男子校。中高6年男子校。あら。自分たちの代までだ。ああ、驚愕になっちゃったんだ。女子校、女子校、女子校。あら。いっぱいいるね。女子校。男子校。どんな感じですか 男子子校と女子校って私なんか普通に驚愕だったんでわかんないんですけどどんな感じ成長期も終わって身長151というあと星になってるどうしたら伸びますかうーんできるだけあぐらかいたりとか正座を正座しない外国の方が身長高いのって外国の方は 土足じゃないですか文化的にだから床に座ることとかあぐらかくことがないのねそうだからなるべく椅子に座ったりとかするあとはもう本当カルシウムが一番大事私も身長さ1 5 6センチなの165ぐらいいきたかったのにもう無理じゃん私ちっちゃい頃からお母さんにカルシウムのタブレットを買ってもらってたのね伸びるためにでも私食わず嫌いしてて食べなかったの でもお兄ちゃんは食べたのそしたら伸びたんだよやっぱりそうだからなるべくあまあ私今あぐらかいてるんですけどそうそうなるべく椅子とかに座ってた方がいいかもこんにちはアルノリ女子校ドロドロあやっぱそうなんだそうなのかな女子校私女子校とか多分絶対入れないんだよね私ドロドロな関係とかも怖いもん 怖がりだから配信見てた気がしてたあーありがとうあーたん嬉しいありがとう話そう話そうまだまだやるんだから私まだ1時間だよあでも1時間やってんだよねもうもう1時間経ってるそうあとは早く寝る今は携帯があるからさやっぱりね見ちゃうと思うんだけど早く寝るのが大事なるべく 12時半ぐらいまでに寝れるといいですねアイドル好きな子多くて楽しかったあ楽しかったのあるのかなやっぱりそのねクラスの関係とかにもよるのかな動物園たったさんありがとう動物園女子校こんにちはフラワラフラええー 振り分かんないとこあったら聞いてって言っといてトモカちゃん後輩ちゃんなんだね振り教えてって言っといてほら先輩がいるよ中3まで152だったんだってだから大丈夫ぷい 大丈夫大丈夫まあでも人によって伸びる時期は違うからね別に男女関係なくねまあ男の子はさ割と中高校とかで伸びるじゃないでも女の子は小学校高学年から中学校 まあ1・2ぐらいまで伸びるけど成長期が中二で終わったってことはそういうことだよねでもマジで本当にあれよ気にしない方がいいわよ身長はね分かんないのこんにちはどの字もなかった 動物でですやばいですいってて書かれてるんでまあまあまあそうねそうだよね組合してんだ楽しそうじゃんリコちゃんって超絶やな、ね、先輩みたい <laughs> 全然本当にあのラフに話してくれそうあとそう筋トレしない方がいいわよまああんましてないと思うけどねレオちゃんがそんなバキバキに筋トレしてないとは思うんだけど しすぎない方がいい方がね3年間で30センチもそうだよね伸びるのよね私も小1の時9 8ンチとかだったの 1m なくて小学校1年生の頃でも今156で割と伸びたから大丈夫私の友達ね私のえっ、ー、と中学校の頃の中,中学校の頃 のお友達男の子だったんだけどあのすごいちっちゃいことをずっと悩んでたと思うのそうでも中3ぐらいの時に150ちょっとぐらいだったんだけど高校卒業であの百 78ぐらいに伸びたらしくてそんな伸びるんだって思うよね人ってさマジで急に成長期が来るのでもその子高1高2ぐらいまでは160なかったのだから成長期来ないわみたいな感じですごく悩んでたと思うんだけど高2の終わりから高3で。 二十センチぐらい伸びたの。そうそうそう。そう百五十なんかその女の子はね割と早めに終わっちゃうんだよね成長期がそう。困っちゃうよね伸びないんだと思うよねなんかねもう。そうそうあほなみちゃんありがとう。小一で身長百三十センチ大きい。 そそう,そう,そうだから全然身長なんて気にしなくていいのよ本当にめっちゃ伸びたらしいよでもなんかそれは悩んでたから多分いろんなことを悩んだと思うんだけど身長伸びるためにね何かいろいろ対策をしたのかもしれないけど伸びるから大丈夫心配しないとけ <laughs> メイク直し失礼生まれた時2,500、うん、私も2,400とか生まれた時2,400とかそれぐらいしかなくて。 もうだからずっとちっちゃいのよ私、まあ、ち生まれた頃からちっちゃいから今もちっちゃいの5センチのヒール履いたり莉子ちゃんと同じそうだよいくらでも買われるから大丈夫靴履いたりね私も厚底履いてるからだからだからレオちゃんが5センチ履いても私が5センチ履いちゃうっていう場合もあるんだけどそう 悩みがある人は打ち明けなさい恋愛でもいいんだよちょっと恋愛の悩みでもいいから聞きたい友達関係の悩みとかでもいいよ今ここに見てくれてる方はもし誰かがあなたが悩んでいることとか友達関係のことで悩んでてもここにはその相手はいないからみんな他人だから みんなが知らないからこそ相談できるっていうのもあるからねみんなが自分のことを知らないから聞いてくれ何でも相談乗るよみんな悩んでることがあったら相談乗るよウィンクウィンクって本当上手にできないマッチングの駅じゃないよマジこれマッチングじゃないよあの普通にマジ普通に 恋愛相談乗るよっていうそう斎藤渚って女とマッチングしたいですそれはいいちょっといいライバルが多いなライバルが多いなスローマンと可愛いああありがとう何番だろう25番ブルーベだから25番作てる「で始まり子で終わる名前の心振り向かせる方法」 私みたいな名前だね振り向いてるんじゃないですか <laughs> 細山さんが気づいてないだけかもしれないですよ使えない上司をどうしたらよいでしょうかえこれめんなさ上司とか聞いてるもしかしてそしたらうん使えない上司その場合は直接言いましょうあの優しくね ちょっと仕事なんかまあもしかしたら私だけでかもしれないんですけどこう私揺れてんねかもしれないんですけどあのやっぱりお客様を待たせたりとかねするのはすごくあの失礼に値することかなと思うのであの私も至らない点はたくさんあるんですけれどももう少しだけこう。 ちょっとパパッとしていただけると、あのすごくありがたいんですけど。本当に申し訳ありません。あの全然、あの。本当にいつ,<笑><笑>いつも感謝してます。いつも感謝してます。いつも感謝してます。は、忘れない。とこ。ポトフ買いに行きたいけど、寒いです。今暖かいよ。今は大丈夫。こっから。こっから四時間ぐらい経つと、あれだからね。 れんてんさんありがとう結婚してありがとうねアイドルを目指していてあアイドル目指してるのリコちゃんがアイドルを目指してる時にしていたこととかありますか私はアイドルを目指したというかうーん芸能界にすごく興味があってアイドルではなかったんですねでもダンスをもと,もとアイドルとか別に 思う前から全然私はアイドルに詳しくなくてでもダンスを習っていたし一番好きなことってダンスだったし歌は別に習ってなかったんだけどとりあえず経験を積むステージに立って踊るとか結構たくさんしたかなあとはアイドルじゃないけどいろんなオーディションを受けたかな。 多分何十個も落ちてるし受かってるものもあるしそのそれよりも落ちてるそうかな必ずいざしてしまう伊豆は悪いことじゃないと思うよ私は掛 <laughs> け持ち先の男の子の子をしめん思わせぶりすごくて困ってます お前りすんじゃねえよ!」って言うんだよそういう時は人の気持ちを人の気持ちもほてをつまないでよって <laughs> 言えないよねそんなことそんなことね待って誕生日あ<っ>ひかりちゃんお誕生日おめでとうごめんね読むの遅くなって「にゃんにゃんだね誕生日にゃんにゃんだね22歳」ってことはひかりちゃん あのこれから1年はたくさんニャンニャンで鳥なんかにニャンニャンで全部ニャンニャンおめでとう誕生日こちらこそ出会えてよかった22歳じゃあ私が19歳になったら3歳になるんだねおめでとう 1> いい1年になりますようにケーキ食べてねおめでとうあみんな 言ったった,れ言ったれ言ったれ思わせぶりな女の子の見分け方思わせぶりな女の子の見分け方上目遣いですよ上目遣い上目遣いとかされたらダメよ上目遣いとかされてみんなあの簡単に「え可かわいい」とかなっちゃダメだよほんとに思わせぶりなんだろう私さ女の子だからさ私が。 女の子の思わせぶりの態度があんま分かんないんだけどうん「LINE がしつこいとか」とかとかんか「えー、なんか好きな人いますか?」みたいな「好きな人いますか?」みたいな感じで言ってくる子は思わせぶりですよ。 えー共演したいね頑張ろう亮ちゃん本当に超孤独ライオン聞,き聞いて勝者は君なんだから本当に <laughs> こんにちは他のメンバーの配信を見てコメントしちゃダメって言われたのにこの配信見てます助けてください恒大さんの自由なんだからいいんだよ自分の好きなようにしていいんだよ 何日 LINE でおはようとかお休み行ってくるのはダメだよねうんダメなのかなえでもうん私はあんまり連絡がまめな方ではないんですよねメンバーとかにもなんか2日1日後至急な連絡じゃなかったら結構全然私 LINE とか見ない方だからそうそう運営さんとかには返すんですけど そう本気かどうかは行動で判断するのがいいそう今日の私の髪型ハーフアップハーフアップみたいな上目遣いする女の子をかゆくて仕方がないのにあそれはいいのよあの推しとかだったら全然いいんだけどなんかその これからちょっと付き合いたいなとか思ってたりとかもしじゃあみんなが何人か男女何人かで遊んでた時とかにあ「あこれって私のこと僕のこと好きなのかな?」みたいな感じの子でだったらね思わせぶりな子には好きなのって直接聞くえー、それはできないそれはできないよ怖くないそれで。 してんのとか言われたら怖くないえっ、ー、ってあっいやいやみたいな、えー、そうそう美咲ちゃんのコメントが星になってちょっと星星 桃佳 <laughs> いるじゃん <laughs> 終わった。桃佳が見てるよ。桃佳配信見てくれんのよ。終わった。ちょっと待って、ちょっと待って、これは、これはちょっと面白い。あっ、桃佳、の、猫耳、猫耳可愛かったって言ってたよ。桃佳のファンの方が。 貸しててくれてありがとうってきた俺と JK はお互い本気なのだろうかそれは気になるどういう感じなんどういう感じでどういう感じでじゃあジルルンさんあのどういう感じでその JK の子と仲良くなったんですかそれがき聞きたいサークルで送ってもいいですかえ全然送ってくれレオちゃん全然全然あの本当に許可なしで全然送っていいよ こんにちはどこまでが思わせぶりかって人によるところもあるよねなんか別に思わせぶりって思うことさ別にそれをされても思わない子はいるやん正直なんか別にいや別に思わせぶりだって思ってないよみたいな子もいるじゃない莉子ちゃんと前立つながるにはどうしたらいいですか ちゃん前輪前はやってたんですけどもうやってないんですよねごめんなさいごめんなさい <laughs> そんなに絡みのない子から「先輩行って」って言いながら上目遣いされたことはあるので辛いです気をつけましょう気をつけましょう先輩行ってみたいな感じのからは気をつけましょうねおばちゃん <laughs> おもちゃん見てくれてるようこさんありがとうこれさ配信とか私さメンバーにさ星投げたいんだけどさ星星ってどうやって投げんの星の投げ方があの星っていうかそのレインボーの星ってさどうやって投げるのかわからないんだけど危ない危ない危ない。 は見てないですねいや桃かあれかもあれかも違うかも桃か <laughs> これはあの桃佳へのちょっと返事返事ですこれは違う違うと思う おんって言っちゃった変更するんだ星になっちゃうえ星え待って美咲ちゃんあ送ることが全部星になっちゃうのか小田井さん小田井さん小田井さん頑張れ 病棟の食堂で一人で寂しそうにしてたからいつから星になったしてるのって声かけたああそういうこといつからいつから入院ってことん入院かな 長押しするんだ、ね、ちょっと待って <laughs> ちょっと待って。ちょっと待って オオオッッッケケーーケーオッケーすいませんなんかあのちょっとチャイムが <laughs> チャイムが鳴ったのであお仕事も頑張ってねサークルであありがとうありがとうアマゾンさんありがとうすいませんああ入院でね それで仲良くなったのすごくないあじゃあお互い入院してる中で食堂で仲良くなったってことねいいじゃんロマンチックじゃんあでなんだっけジルルんさんそれでなんかさっきなんだっけその相談なんだっけなんで聞いたんだっけなんで仲良くなったのか聞いたんだっけあれなんだっけうんー なんかねごめんね星になっちゃうねよあれだねこの前久々に教室行ったら大人数が合わなくてそれかっら別投稿はたまにしてますあー分かる大人数が嫌な時はあるよねいいんだよ無理してまあ出席日数とかは関係あるんだけど無理して教室に行かなくていいんだよ廃品回収 知ってるよ知ってるよちぃまる子ちゃんでやってたちぃまる子ちゃんでやってたちぃまる子ちゃんがね山口もえもえもえちゃんコンサートに行きたいみたいなお話があってなんかお姉ちゃんとかお父さんのその 雑誌とか新聞とかすべて持ってって測ってチケットに買えるっていうお話があったのーまる子ちゃんでゆるてんありがとうなんかあったかそうだねこれあ,あったかそうなのがあるのかありがとうゆるてんゆるてんゆるてん温めてくれみんなお客さんのことをさっていう花箸だけ見たことある メジャーからのシングルはこれからこれからですまだ全然決まってないですけどメジャーデビューはしてないので今は先輩のあのシングルにカップリングで参加させていただいてます元気してるあ、元気ですね元気元気夏いでしょシーマルコちゃん好きだからさ見てたんだけど 普通にしたまに走ってるかななんかでも聞こえるかもいらないものあったらみたいなあの渡したことはないけどもの小腹すいだからから揚げくんコンソメ買ってきたなんかから揚げくん今なんか新しいのあるの新しい味があるんだけど何味だっけ忘れちゃった何かあった 柚子胡椒じゃななくてねなんか美味しそうな味あったんだよね食べてみたいなと思った唐揚げくんってローソンだよね私中学と高校いじめられて不登校だったから教室行った時の辛さわかるでもなんかいじめられたことない子ってあんなんかそんなにいないと思うんだよね絶対人生でさその子のいじめの その子がいじめって思うレベルが違うかもしれないけど絶対いじめにあったことない子ってそんなにいないんよそう中高ってさなんか難しい年代じゃないでも教室つらいよね行くのなんか行きたくなくなるよねわかるよ本当にわかるマジでわかる 目目綺麗ありがとうえれ、ー、おちゃん大丈夫全然あの無理にあれル、ね、ーム見てなくていいからね本当,に本当に本当に本当にでも無理しうん無理しない方がいいな絶対絶対大事な時期だから ゆる天が通りますよだっ,だってだってだってりょうくんはじめましてこんにちはりょうくんありがとうございますこんにちは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 はじめましてりょうこちゃん好きになる一旦雪の中えん寒くあの,あの風邪ひきますよリアルで上級生に階段から突き落とされたけど華麗に さあケタ経験がある華麗にさどうして <laughs> 華麗にってどうやってほらあの人生の先輩がここにはいっぱいいるからレオちゃん何でもみんなが教えてくれるよ <laughs> 勝手に <laughs> 勝手にごめんねみんなのことをさ勝手に教えてくれるよとか言ったんだけどそう人生の先輩が今いっぱいいるからここに <laughs> 元気にやってる場合がいるので好きど、ほら ほらほらほら学校なんて行かなくてもちゃんと自分のこと大切にできるならそれでいいほら大丈夫莉子ちゃんが守ってくれる守るよ全然本当に守るからあのー、ねストレス発散をここでしてくれそうだよゆるって、ね、店長だからね店長ですよあんたんもう無理しないでね ほら結果出して黙らそうだよレオちゃんがアイドルになって黙らせればいいんだよ <laughs> そうだよ泣きそうなんかみんながみんなが話しかせ泣きそう <laughs> <laughs> うーん <laughs> マジで私世界一関係ないじゃん正直世界一関係ないんだけどカラコンは入れてないですカラコンは入れてないんですけど多分レオちゃんより先に泣いたわ多分 <laughs> みんな優しいなそうだよそうだよ リオちゃんが有名になって「見とけ」って言ってやればいいんだよえなんでみたいな <laughs> なんで私が泣くの涙目 <laughs> でカラコン」えっちょっと今ちょうどね見えてカラコン <laughs> カラコンの <laughs> カラコンの質問が見えて <laughs> しないですよってその間多分今太陽の光を浴びてるから。 あの色素が薄く見えてるんですけど本当にみんな優しい <laughs> そうそう涙がん頑張れ頑張れマジで大丈夫こんにちは <laughs> マジでさマジで私一番関係なくない世界一私が泣くのが意味わかんないよね本当に。涙みではないかいやちょっと本当になんかにみんなが優しくて優しい。 コンタクトのことで泣いたみたいになってるからいや違う私が違うのよ普通に私がみんなの相談乗るよとか言ったのそれで菜しくて泣いてんの意味分からんやん <laughs> 意味わかんないじゃん <laughs> そうそう不登校って別に悪いことじゃないからねマジで全然悪いことじゃないよ、うん、無理して学校行こうがしんどいしね 大丈夫そうよ今見たでしょ大学生って楽しいらしいよ大学生になったらねもうそんなねちょっとのことでねいじめてくるやつなんかいなくなるからそうみんな頑張って大学行ってやっぱり同じ大学の子達ってさ同じぐらいのさ こう価値観を持っった子たちがやっぱりその大学に集まるわけじゃないみんながその大学に行きたいっていう子が来るからもしかしたらそうじゃない子もいるかもしれないけどその大学を選んでるからさ本当にあの本当といろんな子がいると思ういろんな人生を生きてきた子が集まるから楽しいと思うよ中高はね絶対あんの絶対嫌なことってあるし合わない子っているのよ中高本当に。 うんアイドルになれる大丈夫レオちゃんは強い意志を持ってるからなれるから大丈夫だよ囲碁の涙で湿,湿度が少し上がった雨があっよかったよかった乾燥してるもんなそう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 大丈夫大丈夫 リちゃん、なーに今が一番幸せありがとう世界は広いですよ人生長いからねなんかさ人生って長いじゃん正直長いけどさ多分まだニアジョイに入って1年だけどあっという間なんだろうなって思う長くてもできるアイドルができる 期間ってあっというう間なんだろうなって思うえっ、ー、見てあーたんかわいいかわいくなって同窓会で見返そうあーたんはそうしただってそうしてやんなそうそうそう自分がしたいことできるからね 逆に縛りがなくて単位落としそうだってそれは気をつけな単位は気をつけてこんにちはニコちゃんと同じ学校だったら絶対楽しいよねそうかな <laughs> そうかなそんなこともないよ私はそんなこともないですよ私は静かなので 急に顔のマッサージなんか泣いたらむくんだ <laughs> 泣いたらむくんだ初訪問の方が急にたくさんいらっしゃってありがとうございますはじめましてはじめまして頑張ってくださいありがとうこんにちは 合間あっあいみのファンの方かなありがとうございますさっきあいみの面白い話をしてましたさっきというか1時間前ぐらいにあいみの話をしてた私も同窓会行ったことないよ、ま、だそうなんだけどさまだ18歳だからないんだけどなんかでも同窓会あるっぽいんですよねあるっぽいんですけど行かないかなっていう感じですね みかんさんこんにちははじめましてありがとうございます静かなやつおかわりじゃんけんしないのよ違う違う違うえ、う学校で静かなのとおかわりじゃんけんきゅきゅ給食のねちょっと今あの話が前の話なんであれですけど給食じゃんけん参加するのはあ,ん、ま、あれですよ比例しないですよお腹が空いたからおかわりする に普段静かですっていう感じだよ。うさりこさん。え、嬉しいありがとう全然嬉しいありがとう,う,がとう何でも何でも聞いてくれ。そういう加減いかがですかってめっちゃ面白かったよね。マジで。あの時さ爆笑してたのにささっき泣いて大変じゃないこの配信ちょっと感情大変だね。 いいことばかりじゃないってそうだよね。超だすぎだ、諦めました。あ、本当に丸亀製麺行ったの？あ すいません <laughs> すいませんすいませんなんかびっくりしちゃった私もうルナーはねそうですよギャルですよなんか多分お昼だからあれなのかもねなんか帰ってこない方がいるのかもしれない帰ってこない 家族がさごはん行ったきり帰ってこない家族がいるのかもしれないけど人探ししてるのかな、うん、ごめんなさいでも内容聞こえてないでしょ内容聞こえてないでしょピンポンパンポンぐらいでしょ大丈夫だったえ割と間に,間に合ってなかったかな創作願いみたいな感じなんです <laughs> 観覧車乗るいいよ観覧車って私さ人生で3回目ぐらいにこの間乗ったんだけどさあんなに短いのね人探しじゃないのかなあっい廃品回収かもよそれこそいらないものがございましたらお持ちくださいこれ切きり。 これきりも、これきりですか多分違うよね絶対違うよね絶対そういうアナウンスじゃないよねちゃんと聞いてなかった今全然聞いてなかったこんにちはいや今日の配信は大変だわ気持ちが大変 こんにちはー上々分て <laughs> マジでねーお医者こんにちは追加公園たまね申し込んだありがとう もうす、えっ、ー、と21だっけ22か当たるのいや私でも結構お話し会でみんなのこと祈ったから当たりますようにって大丈夫だと思うよシューマさんこんにちははじめましてこんにちは 2>, 2時だとさもう仕事だよね普通に多分もうみんな2時はね もうそろじゃない私2時半までやるけどさもう割ともうこれから休憩ですって方はいないよねまあ、お休みですっていう方しか今もういないよなあんまり平日だよねだよねお話会行きたいすぐさあれがあとねほら G2 さんも仕事だそうだから今日お休みの方ぐらいしか多分2時半ぐらいまで見られない仕事戻ります頑張ってね 仕事夜勤だからこれから仕事だよねだよねだよね行ったんだけど隣の席の莉子ちゃんファンの社会人のお姉さんと仲良くなったあマジでこれから一緒に行きな普通にコメントしてるのにし、えー、仕事だよね3時まで休憩なの私ゆりなちゃんの仕事知ってるんだ <laughs> 仕事知ってんの さすがに病室からお話し会参加する勇気なかったえでもいいのかな病室から大丈夫あの携帯使っても <laughs> 仕事ショールーム職種羨ましいねでもお仕事でもやっぱ休憩中に見てくれてる方が多いよこっそり見てますだってほらバレたらだってね上司に怒られちゃうからワールドカップ決勝ね ちょ,い見てたちょっと見てたなんか家族は起きて見てたっていうかなんか何時にやってたっけ兄弟お兄ちゃんに11時50分に絶対起こしてって言われて起こしてなんか見てたからサッカーだったのかなそうそうバレないば大丈夫え知らあじゃ個人情報これはあのお話し会で直接これやってるんだって教えてくれた 昨日寝坊してリコのお話か受付終了してたあでも大丈夫ショールームがあるから大丈夫よ本当にあの1年ありがとうはちゃんとショールームで最後のね時にするのであ病室いけなんだね携帯使っても大丈夫なんだねあの使っちゃダメなところってあるじゃないあの携帯使用エリアじゃないともう充電な、ね、い落ちるかもちょっと大丈夫充電して いいよショールーム見てると充電だいぶなくなっちゃうからつかなくなった電池電池とか電池ではない仕事中ねいいねってありがとうございます処刑さんアイアイキムさんありがとうございます そうショールーム見てるとまあ充電なくなるからああそうなんだでもそうだから12時2時ぐらいまでは起きてたんだけどあの普通に今ちょっとハマってるネットフリックスのドラマがあってそっちを見てましたすみませんあの結果だけ見ました日本が9位だったっていうのも見たしアルゼンチンが賞金何億かもらったっていうニュースだけ見ました こんんにちはサンタさんよかったそう2着目の方がみんなは好きかもしれないかもしれない分からない髪型がいつもと違うからでも2着目の方もまた載せるから楽しみにしててねクリスマスネットフリーねえいやもう初恋ファーストラブは3週見たので今は「夫婦の世界」っていう夫婦の世界っていう韓国のドラマですね あの分かるか分かんないけど日本で言うと日本のドラマで言うとちょっと前にやった「砂の塔」っていうドラマがあるんですよ。菅野美穂さんだったかな「砂の塔」っていう日本で言うとねそういうドラマがあったんだけど2の韓国バージョンみたいな感じかな。 砂の塔っていうねそうそうそれの韓国バージョンみたいなドラマがあの夫婦の世界っていう今でも私その韓国の女優さんのあのハン・ソヒさんっていう方がいるんですけどその方が出てんのね夫婦の世界に私それが一番好きであの一番好きなのハン・ソヒさんっていう女優さんがね 出てるから見たんだけどちょっとハマっちゃってま砂の音」とかほんと好きなのなんかそう本んそういうドラマ大好きそうだ松島奈々子さんが出てるのよね「砂の音」めっちゃ面白かったのすごい前なんだけどさこの主題歌も好きだったんだよねだから見てみてちょっと「ウェンズデー」とかもおすすめしてるけど 今なんかいろんなの見すぎてちょっともカンドラって割と長いじゃん「砂の塔」の主題歌やばいよめっちゃいいよ「辻真里さんありがとうこんにちは」そうザ・イエローモンキーさんの歌「砂の塔」っていう歌「探しても探しても」 の前は砂嵐積み上げたってやつさあ,あと昔見てた何だっけな「家族狩り」とか「名前をなくした女神」とかなんかそういうドラマあったよね覚えてるかな家族狩りとかすごい前だけど名前をなくした女神とかもすごい好きだった花壇とかめっちゃ好きもう花壇花壇 イケパラあと普通に「あのイケメンですね」ってあるじゃん韓国韓国イケメンですねとかも好きだったイケパラ好きな人がいることも全部見たもう5分前に <laughs> そうそう花壇やばいよね花壇花壇とかもう学園ドラマのトップじゃないだって。 野村修平さんね、わかります、わかります。めっちゃわかります。名前をなくした女神は、うわ、いしょ。名前をなくした女神はね、面白いの。時間やばくない。は、エフで誰が好き。 道明寺じゃん <laughs> 道明寺じゃんえー、道明寺かな道明寺え逆に誰が好きなん鼻が悪いう 鼻ざ悪い同名字か西門さんじゃない三年食い見たよ私森永さん好きだからさ恋 <laughs> する母たちも見たあとね僕のヤバい妻とか面白かった西門さん鼻ざ悪い優しすぎて 心配ならん <laughs> 何言ってんだリコ何言ってるんですかねこんにちははじめましてーいやじ合ってると思う,う全部好きなドラマちょっと今度ドラマについて普通に話そうマジでマジで好きなドラマじゃあみんな考えといて私も考えとく映画でもいいよそう もうそろスクシュタイムしないと私やばい <laughs> 時間やばいあブラックピンクあのー、ブラックピンク一般申し込んだチケット東京東京ドーム120パー当たらないんだけどホリデーラブ見た今14歳で14歳の母見てる14歳の母って昔じゃないちょっと すごい、ね、ちょっと昔のやつ見てるんだねスクショタイムするわマジスクショタイムマジで5回ぐらいするのやるねとか言ってさ終わる時忘れてさやってるからスクショタイムする懐かしいよね植物図鑑ってねなんかねなんかホッとするんだよね植物図鑑って。 ねえみ,んなみんなめっちゃ映画の話好きやんめっちゃドラマの話好きじゃんでも私はあと10分だからスクショタイムしてもいいですかいいですかごめんなさいね今度話そうクリスマス配信するからその時話そうクリスマスっぽくないけどねっ J 太田ーーさんありがとうあゆうちゃんバイバイ バイバイありがとうねそうクリスマスでこんにちはみんなもう割と仕事行ってるんだよね戻ってんよなみんな戻ってんのよ仕事ゼロタイガーさんはじ <laughs> めましてはい チーズはい行ったあ行ったはいチーズ本日のギャルピーん う,ーんうんふん <laughs>、まあ。机にぶつけました今、指。はいチーズ。はいカシャ。はいはいチーズカシャ。 オッケーム。オッケー。ドアップ。ドアップ。これドアップ。ここがカメラだから、そう、もうこうしたらドアップだよね。近すぎ。そう、さすがに。 ビジュエグいかシャークが目だけ目だけとかいる目だけとか絶対いらなくない <laughs> みずきちゃんこんにちはお疲れ様ありがとうみこちゃんどうしたのどうしたの絶対目だけとかいらない本当になんか日に日に目が茶色くなってくあれだわ多分太陽見過ぎなのかも なんかヘーゼル色みたいな目がほんでもあんまよくないんですよそうまぶしくて目なんかだんだん待ってあれ言ったもん目眼科リアルに眼科そうそう色素が薄いとさ本当にね太陽がまぶしくて グーフィーさんありがとう,うカラコンじゃなくてそうどんどんねこう薄くなっていくの目が相談乗ってくれさりえー、こちらこそだよ相談してくれてありがとうね」全然全然そうなのだからサングラスめっちゃ持ってんのでもさ今はあんまりサングラスしてると浮くんだよ 浮くんだけどなんか別に格好つけてサングレサングリアサングリアス,リアリアスじゃなくてリアルにあの感覚的にちょっと眩しいんです。シャングリアなんとかなんとかなんだっけ。もっちーありがとう。 サングラスねいやサングラスが一番目、ね、目によくないの <laughs> サングラスが一番目によくないの一番日が良くないらしいよ <laughs> ン <laughs> サングラス <laughs> そうそうそうなんかちゃんとしたサングラスじゃないと普通になんかおしゃれでやるサングラスじゃなくて眼科とかそのゾフとかに売ってるようなサングラスならいいんだって 最新楽しいありがとう。昼まで5000いやでも、ね平日だからね。あの、本当にまじお仕事の休憩中に本当にお忙しいのに。見てくれてありがとうございます。楽しかったです。<laughs> 楽しかったです。ねこね見たよ、声出ないの。 酒焼けみたいな感じになったよね。ということで皆さんランキングをお読みしてもよろしいでしょうかいいでしょうかランキングをお読みしますね。13位の方から読みますね。13位ちびタンクさんありがとうございます。ありがとう。12位 G2 さんありがとうございます。 十一1 11位、幸平さんありがとうございます。十位、獅童さんありがとうございます。九位、高橋聖太さんありがとうございます。八位、ゆうやさんありがとうございます。えっ、ー、と七位、グーフィーさんありがとうございます。六位、アマゾンさんありがとうございます。五位、ムテンさんありがとうございます。あ四位、りこちゃんありがとうございます。三位、ゆるてんありがとうございます。 に羽立高さんありがとうございます。一アニさんありがとうございます。仕事中って書いてある？あ、音声聞こえてるかな？ありがとうございます。一日いやえいい一日早くない一日終わりの終わり早いな。<laughs> ありがとうございます。 まだねあのー、ありがとうという方いるんですけど23日と27日にねライブがありますから皆さんぜひ2327クリスマスと2022年年末のライブでお待ちしてますあのあれクリスマス配信は告知しますしあのー、ねなんか着るかもしれませんし クリスマス24か25か24かな配信するねよく名前出てますありがとうありがとうゆうかちゃんありがとうめずきちゃん初見さんだありがとうございます皆さんあの午後も頑張ってくださいチョウルーム好きありがとう次の配信はわからないからまた予告言えるね 午後も頑張ってねみんな2時間見てくれてありがとう次の待って待ってえっ、ー、と今日19でしょなんかさ私たまに急にやっちゃうなんかいつできるか分かんなくて時間帯が急にやっちゃう時もあるんですね笑いと涙振り幅ねマジごめんね本当に本当に大変感情が追いつかない配信だったね ごめんねありがとう楽しかったよ私も23日よろしくあ,ありがとうそうだね登録,登録,登,録登録もねもうすぐだしねお疲れ様楽しかったありがとうニコファミソ慣れてるけどね <laughs> ありがとう午後も頑張れみんな一緒に頑張ろうね応援してるよ頑張ってねありがとう バイバイババイバイありがとう私ブチって切っちゃうからさちょっと <laughs> バイバイ